皆さんこんにちは、ブロガーの笠子です。毎晩深夜に美味しいお菓子を紹介しておりますけれども、今回はですね、ファミリーマートのクランベリーチョコということで、これね、食べたことないんですけど、つい最近ネットで中毒性のあるめちゃめちゃ美味しいお菓子だということで、食べたことないんですけど、美味しいのかどうか、実際に食べてみたいと思います。これね、チョコレートの中に何か入ってるのはね、私はチョコ好きとしては邪道なんじゃないかと思ってるんですけど、本当はね、板チョコみたいな、もうチョコだけというのが、正しいチョコなんではないかという、私がこの中身の入っているものが果たして美味しいのかということで、割とちっちゃな粒々ですね。かなり思ったよりちっちゃな感じですけど。おいしい、おいしいのかな、おいしいのかな、これ。中にクランベリー、いちごジャムみたいなのが入ってる。おいしいのかな。思ったよりちっちゃいんですよ。甘酸っぱさが、いやどうだろうな、おいしいっちゃおいしいけど、やっぱりチョコレート効果 72% とか、あとやっぱり板チョコの方がいいかな。中にぐにょっとしたのが入ってて甘酸っぱいから、まあ確かにおいしいけど、中毒性は感じないな。これそんなに中毒性は感じないな。好きな人は好きなのかもしれないですけど、やっぱりね、中に何も入ってない板チョコの方がいいかな。まあ、ぜひね、皆さん、美味しいって人いるかもしれませんけど、どうも人気らしいので、149円税込みで買えるらしいので、ぜひ、ファミリーマートのクランベリーチョコをお試しいただきたいなと思います。中毒性かな、これ。